始めましょう。ライナーの野郎、巨人を投げてきやがった。くそ、仲間と分断されたぞ。エレンを奪われたら人類の負けだ。早くエレンを見つけないと。雲に動いてたら手遅れになる。まずは上がっている縁壇の方へ向かおう。分断されたままじゃヤバいぞ。他の班を救援して部隊を立て直さねえと。そうだね、エレンの情報も得られるかも。可能な限り救援していこう。まずい、憲兵団のやつが巨人に襲われてる。やられちまうぞ、助けねえと。もう終わり、見せてあげる。行く。中東兵団が巨人と戦ってる。放ってはおけない、加勢しないと。急に壁外へ連れてこられたと思ったら、なんでこんな目に。クソ、エレン・イェーガーを探しているんです。何か知りませんか。イェーガーなんて知るか。おかげでこんな目に遭わされてんだぞ。ひどいのね。逃げちゃダメ、もう終わり。おかげで命拾いした。エレン・イェーガーを捜索中なんです。何か情報はありませんか。それはわからないけど、南の方に調査兵団の人がいたはずだよ。調査兵なら直前までエレンの近くにいたかもしれない。行ってみよう。エレンの野郎もそうだが、ミカサは無事なんだろうな。始めましょう。このままじゃ巨人の餌に。助けて。逃げちゃダメ。ありがとう、死なずに済んだ。エレン・イェーガーを見ませんでしたか。見てないの、ごめんなさい。体勢を整えたら私たちも手を貸すから。逃げちゃダメ。調査兵団が交戦中だ。加勢するぞ。この縁壇、助けが必要だな。行くわ。脆いのね、もう終わり。助かった、礼を言う。エレンを見ませんでしたか。一刻も早く保護しないと。イェーガーなら心当たりがある。急いで向かおう。もう終わり。これじゃ食われちまう。誰か来てくれ。逃げちゃダメ。まだ許さない。巨人と戦いたくないから憲兵団に入ったのに。グレッサ、少しは落ち着けて。くそ、こう巨人がいちゃ話もできねえよ。トニー、お前ら大丈夫か。加勢してください。クリスタたちと話がしたいんです。行くわ。脆いのね、もう終わり。助かったぜ。これでクリスタたちと話ぐらいはできる。あとは私たちがクリスタとユミルを説得して戦線に戻ります。
巨人になれなきゃ意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。伝えたいことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私に裏を巻いてくれて。ありがとう。そんなもん、何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。よりによって座標が最悪の奴の手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。何が起きてやがる。巨人がライナーに向かって行きやがった。わからないけど、撤退するなら今しかない。逃げるには馬が必要だ。私が用意してくる。その間ここでイエーガーを死守しろ。エレンをこのまま返すことはできん。ここで蹴りをつけてやる。見せてあげる。始めましょう。はい、終わり。見せてあげる。救援要請だ。ダメ。始めましょう。これでいいんでしょ。このままじゃガスも刃も尽きる。拠点を設営するから護衛をお願い。冗談だろ。どんどん巨人が降ってきやがる。死にたくない。とにかく倒すしかないですよ。これで補給できるようになった。感謝するよ。来るんじゃねえ、てめえら。クソ、ぶっ殺してやる。救援要請だ。逃げちゃダメ。始めましょう。これで見る。なんだか不思議なんだけど、あなたといればどんな世界でも怖くないや。馬の準備はまだみたいだ。何とかして持ちこたえないと。始めましょう。逃げちゃダメ。もう終わり。逃げちゃダメ。倒しても倒してもキリがない。このままじゃいつか押し切られる。
始めましょう。エレンを守ってたんじゃないのか。こんなところまでやってきやがったか。見せてあげる。もう少しで馬の準備が完了する。あと少し踏ん張ってくれ。許さないと逃げてダメ。見せてあげる。行くライナー、こんなことして何がしたいんだ。おい、答えろよ。ジャン、もう無理だ。この状況じゃライナーを倒すしかないんだ。できるやつとは思ってたが、これほどとは。これから邪魔になるかもしれねえ。ガスも刃も残り少ない。私が拠点を設営する。援護してくれ。世話になったな。これで補給が可能になったぞ。見せてあげる。物足りない。ライナーを止めるのに僕に何ができる。何をすればこの状況を変えられる。しつこいやつだ。いい加減に諦めやがれ。やつを倒してくれて助かった。これでなんとか。3年間苦楽を共にした仲だろう。よくも俺たちの前で平然としていられたもんだ。馬の準備ができたみたいだ。エレンたちを連れてすぐ離脱するぞ。